皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日もぷよぷよ20周年アニバーサリーの、Wi-Fi 対戦2ルールでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でね、ちょっとね、今日は下画面をつけてみました、 3DS ので。なんか今ね、ちょっと自分勝ち負けよりもね、大連鎖意識してやってるんで、今日はもうマジで大連鎖バンバン狙っていくんで、あんまり勝率気にしないで見てくれたらなと思います。なんかね、ちょっと大連鎖を打ちたい気分なんですよね、今日は。そういう気分の日ってあるんですよ。みんなはあるか知らないですけど、僕はね、そういう気分の日があるんで、今日はね、勝ち負けよりも、大連鎖をね、皆さん楽しみにしててください。もう打つ気満々なんで、本当に。気持ちだけは前向いてますんで、よろしくお願いします。まあ、これはどうやって組んでいこうか。お付けしてから、なんだあれ、あれ止まってるね、相手。うん、止まってるから打つけど、俺全然大連鎖のダの字もないですね。まあ、一応後ろね、緑の同時消しで回収して、ちょっと結構なんかエロティックな回収はできたんですけど、まあ大きくはないですね。ただ勝てそうなので、まあとりあえずいいんでしょう。そしたら勝率気にすんだとか言って、ちゃんと勝ち負けは気にしてるあたり、まだまだですね、自分もね。まあちょっと今の形悪かったんでしょうがないですね。いい形組めたときはマジでね、もう最後ね、自分で窒息するぐらいになってもね、マジ伸ばしていきますね、今日は。よろしくお願いします。こういう気分なんです、マジで。さあ、鍵済みですね、これは。こうしていきましょうか。じゃあこうして緑を、その2連鎖はどうしようもないですね。もう打ちます。これで今回11連鎖ですかね。11連鎖です。ただ相手はもうそんなにはないので、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、2連鎖とかでこう打たれちゃうとね、結構もう途中でまだ伸ばせる状況でも打たざるを得ないんですよね。本当はやっちゃいけないんですけど、今日はしょうがないです。大連鎖狙いに行くんです。はい、ということで、まあ、1戦目は勝利を収めましたが、大連鎖、そんなに大きい連鎖は打てずというところですね。とりあえず、この動画中の目標は、じゃあ15連鎖を打つことを目標に頑張っていきたいですね。そう、大連鎖超狙ってなんかやったらめっちゃレート下がったんですよね。ちょっとそのうちまた戻さないと、そろそろやばいですね、このレートは。ただ全然ね、自分より上の人と当たんないから、全然レート上がらないんですよね、このゲーム。本当に辛いですよ。まあ、やっていきましょう。こっちはまあそんなに良くはないですね。また良くもないけど悪くもなくっていう感じです。おっと、そういう2連鎖とか来るともうなんか大連鎖っていう形じゃなくなっちゃうんですよね、残念なことに。まあ、ただまだは全然本体は残っているので、連鎖は組める状態ではありますね。相手2連鎖ですね。ちょっと受けてからまた発火点を残していって、ちょっと待って、俺青来ないとやばいんだよな。さあ、あと青が来れば、これ、置けないの今の。こういうゲームなんですよね。見ましたか皆さん。ぷよぷよは本当にストレス溜まるゲームですね。本当に今のはね、今のあと1手ぐらいね、積もらせてくれてもいいじゃんと思う時ありますけどね、しょうがないです。おっと、ほんとでも中毒性ありますよこのゲーム。もうなんかやめようと思ってもまたやりたくなっちゃいますからね。すごいゲームですよ、ぷよぷよは。これはね、ちょっと難しい形になってしまいましたね。ほい、こうして、ちょっとショートカットして打ちます。本当はね、もうちょっと大きい発火点があったんですけど、それやってると今潰れてしまってたんで、相手の短い仕掛けに対してショートカットして発火していきましょう。7連鎖ダブルから8連鎖です。これは勝利は収めることができますね。はい、いい感じですね。嬉しいな。いい感じとは言わないけど、まあ悪くはないかなって感じですね。さあ、続いてもね、大連鎖狙ってやっていきたいんですが、電気ジャイアンで取りましょう、今回は。
相手も、おっと相手取ってこない。電気信号完全に今相手取れてたんですけどね。ならばもうさっさと一連刺して潰していきましょうか。ひどいです。はい、ということで2戦目も勝利を収めていきましたが、まあ、今回も全然ダイレスは組めずと、まあしょうがないですね。狙えるときは狙っていくスタイルでやっぱいきましょうか。ちゃんと勝てる試合は勝っておきたいんでね、やっぱりそんな感じでいきましょう。南のアリス、よろしくお願いします。やばい、音量ボタンを最初にしてしまいましたね。たまにね、このゲームやってるとね、あの 3DS ってね、音量ボタンに触れちゃうことがあるんですよね。多分 3DS で LL 持ってる人はね、同じ悩みを抱えてる人いるんじゃないかなと思いますけど。さあ、どうしようこれ。難しいな。ここでいいのか。で、こうして、こうして。答えは。やばい。うわあ。あれこれもしかして紫乗っけた俺今。はい来たー。かなりでかいですねこれ。あ、ごめん嘘。青が乗ってなかった。くっそーミスった。だから伸ばすが、まあここまでにしておきましょうか。多分これ以上いくとね、今厳しかったね、伸ばすの。今もしね青乗っかってたらすごいでかかったよ多分。後ろもこれ青まで回収できてたんで、マジででかかったと思いますよ。しかも最後6連結なんで相当でかい連鎖になってたんでしょうね。16ぐらいあったんじゃないかな今。いやーミスった、ミスったね。ただ形は良かったですね今の。今の感じでいけば多分大連鎖出ると思いますんで、もう頑張っていきましょう。はい、さあ今の感覚を忘れずに次の勝負も望んでいきたいところ。さあとりあえずまずはね、あの土台となる形をしっかり作っていきたいところ。いいですね今回もかなり上出来な、形は上出来ですねこれは。ごめんなさい、ちょっと単発がいっぱい多くなっちゃってね、すごいダサいんですけど、形を修正するためにちょっとちょこちょこ入れさせていただきました。さあこれで黄色を乗っけたら今死ぬんで、ちょっとこっちで対応しに行きましょう。いやーでかかったな今のも。黄色を蹴ればかなり今でかい連鎖になってたんですけど、また置きに行ったら死亡する場面だったんで、でここでも発火しても勝ちでしょう。悔しいな今の。相手のね、あのお邪魔さえ入らなければ相当でかい連鎖になってましたね。あ、ただこれは緑が暴発してしまってますね、ここで。はい。まあいいでしょう。惜しいですね、なんか。今い、すごいいいですよ、連鎖の感覚が。今日はね、かなり大連鎖出る匂いがしますね。楽しみですよ、これは。さあ、3連勝ですね。まあこうやってね、なんかちゃんとやってれば、いい感じに連鎖、組めるんじゃないでしょうかね。さあ、やっていきましょう。しかしね、それやっていく中でもちゃんと、おっと、これ電気し取ろうかな。取りましょう、一応。相手も多分取ってくるでしょ、あれ。あ、でもこれ相手の方がでかいな。やばいな。さっさと消さないと。不利になる。さあ、全消し消化していく。さあ、相手の、1連鎖で赤玉1個振ってくる中で、4連鎖を放ってみましょう。よし、これも完全に有利ですね。3DS のね、このぷよぷよはね、お邪魔が降ってくる間のね、硬直の時間がすーげー長いんでね、マジでね、お邪魔ぷよは降らせたくないんですよ、ね、これはまあ、受けても大丈夫でしょう。さあ、受けても大丈夫だと判断。もうそれやっていきましょう。さあ、3連鎖に対して、これは7連鎖、8連鎖ありますね、8連鎖かな。そうですね、8連鎖を打っていきましょう。これは勝利ですね。危なかった。前期なんか大きい目で取られた時はちょっとやばかったですが、まあ何とかなったんでよかったですね。さあ、そして今回はね、暖色済み、底上げ暖色っていう形なんですけど、これね、すごい あんまり普段組まないんで、かなり今困惑してますね。ちゃんと連鎖組めるでしょうかこれは自分で。知らねえよな、そんなのな。知ったもんじゃないんですけど、
どうしようかな。これちゃんと組めてっかな、これ。そもそもそこが心配なんですけど。緑青で置いて。ちょっと違うな、これ。相手は、あれは本体です。深く打ってきた。これで大丈夫かな。これで一応つながったとは思うんですけど、どうでしょうかね。相手11連鎖結構でかかったですが、これ自分最後5連結で、12連鎖か。これは帰るでしょう、十分。連鎖的には勝ってますね。ほい。危ない危ない。かなり今相手いい連鎖でしたね。危なかった。もう危なく今負けたかと思いましたよ、本当に。はい。ということで、とりあえず、勝利ですね。4連勝ですね。いいですね。かなり今日は連鎖の感覚も悪くないんで、いい感じなんじゃないですかね。さあ、いきなり前傾姿勢なんで、今回は大連鎖というよりは、ちゃんとした戦いを見せていけたらなと思うんですが、もう先に消化してみましょう。おっと、なんか1個振りますね、これは。困りますね、結構。これ厳しいな、どうしよう。いいや、ここで2連鎖やっちゃいましょう。相手4連鎖はあったが積もれずに刺さっていく。さあ黄色から相手2連鎖ありますね。2連鎖は消化してくる。少し刺さりますね。さあ4連鎖を打ってきたので、3連鎖が3連鎖打ってきたので4連鎖で対応していきましょう。いいんじゃないでしょうか、これは。とりあえずで刺さってすかさずに2連鎖ダブルを放ってみましょう。これはもう勝ったでしょうか。そうですね、もうほぼほぼ勝ちですね。はい、いい感じですね。前傾戦はね、本当に難しいですね。自分かなり苦手なんで、もっと勉強していきたいですね。さあ今回はね、 GTR という連鎖を組んでいきましょう。おっと、どうしようこれ。ちょっとオフミスしましたね。これかなり今隙がでかいんで、さっさと解消していきたいところ。さあ、そして後ろを失敗してしまいましたね、これ。これはちょっとね、なんか大連鎖はあまり見込みたくないですね、この形は。見込みたくないってのもおかしいですけど、そんなに見込める形ではなくなってしまいましたね。あ、ですがね、今かなり修正できましたね。修正できたんで、とりあえず狙ってはいきましょうかね。なんかうおうおすごいってきますね、この魚さん。これでいいや、これで打ちましょう。あ、ちょっと待って、俺間違えてる、後ろ。あ、でも相手もミスってる。帰れ、なんとかなれ、なんとかなれ。ふい、なんとかなる、なんとかなったけど、これはちょっとしっかりと組んでいかないとやばいですね。あー、無理。黄色来ないとこれ死亡ですね。これもうほぼほぼ負けが決まりましたね。黄色さえ来てくれればなんとかなったんですけど、まあ、黄色がもう永遠に見えないそんな形でしたね。くそー、ほんとね、このゲーム色偏るときは偏るんですよね、ひどいことに。なんとかしてほしいですよね。もうちょっと来てくれてもいいなと思う場面も多々ありますね、ほんとに。ほい。さあ、ここはね、ぜひ勝っていきたいところですね。お、いいぞ。形はかなり上出来なんじゃないでしょうか、今回は。うわー、いらんところ振ったな。あ、いや、これで2連鎖ダブルからの3連鎖ですね。行きましょう。これすげえ緑邪魔なんだけど、なんとかしないと。俺はね、ちょっと伸ばしに行くのもありだったんですけど、なんか色来ない気がしたんで、紫まで行きませんでした。まあ、結果的に、2つ後のツモに紫見えてたんで、伸ばしに行っても大丈夫だったんですが、まあ、今回は安全策を取って紫まで行かずに10連鎖ですね。 OK ですね。嬉しいな。あの辺の判断はなかなか難しいんですよね。はい、 OK ですね。そう、5連勝ですね。なかなかいいじゃないですか。で、大連鎖狙いつつちゃんとね、勝利収められてるのはかなり今いい傾向ですね。よし。難
しい、これどうしよう、これすげえ難しいんだけど、はい、こうして青が2個ぐらい欲しいじゃん。これは厳しいな、ここの青が繋がってないんですよね。これ青が繋がらない形になっちゃったんで、すごい難しかったですね。これ無理ですね、ちょっと。いやー、どうすればよかったんですかね。これでも緑積もれば3連鎖はあったんでまだ耐えれたんですが、まあ厳しいですね。いや、今伸ばしんところすごい、多分何かしらの発想があればね、なんとかなってたんですけど、浮かばなかったですね、全然。ほい。よし。まあ、お、これ後ろに2連鎖ダブルあるんで、今回はちょっと倒しに行っちゃいましょうか。ほい。何連鎖？対応しきれていない。が、ほら、相手全然形は残っているので、あまり迂闊に攻撃ができないところ。さあ、受けてから、これまずいんじゃね？危ねえ。受けてから一応打つが、これはちょっと自分、上の青どうなってんのこれ。青が繋がらないですね、これ。繋がらないですが、相手もそこまで繋がってはいないので、まあ大丈夫なんじゃないかなという、そんな軽いノリですが大丈夫でしたね。はい。危なかったですね。まあ、少し負けが見えましたが、なんとかなりましたね。嬉しいな。さあ、ここも負けたくないところ。まだなんかそんなに、もうすげーっていう大連鎖多分打ててないんで、これだけは今回ちょっと打っていきたいんで、本当に頑張りますよ。おっと、どうしようか、これ。これもね、打っちゃいたいですね。できれば。あ、しかしちょっとこれ形まずいですね。いろいろまずいですよ、これは。非常になんかね、負けそうですね、この形。ただ相手もそんなに良くないんで、これで潰れてくれればマジバンバン隊なんですけど、潰れた。よし。危なかったな、今。非常に負けたかと思いましたよ。嬉しいな。はい、ということで、6連勝かな、これで。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ負けるまでやっちゃいますか、ここから。ほい。お、5連勝、いいね。こういう敵相手にね、もう、でっぱ、どでかい連鎖ぶち込んでやりたいですね、ほんとに。ほい。さあ、今回、GTR っていう、まあ、自分のあんまり好きじゃない形をやってみますね。この形はなんかね、あんまり、組み替えがそんなにね、自分うまくできないんでね、あんまり使いたくないんですよね。ほら、こんなすごい汚い形になってしまってますね。あ、音が。あんまり使いたくないんですけど、たまになっちゃうんですよね。この形。6連鎖はこれ返しきれないです。なんで3連鎖しかないし。だから GTR はダメなんですよ。ちょっとやっぱ GTR 禁止にしましょう、自分の中で。本当に GTR を自分得意じゃないんで、その連鎖はもう組まないつもりでいきましょう。このツモが来た時はもう大体こういう流れで連鎖を組んでいこうかなと。落として、こうすればいいのか。よし、いいんじゃない？で、こうして、ほい。黄色はいっぱい欲しいですね、これね。おっと、黄色は来た。さあ、3連鎖に対して3連鎖を放っていこう。ほい。よし、いいぞ。かなり悪くないか。悪くないけど、ちょっと青が足らないな、これ。いや、ここで。どう来るかな。受けてきた。受けてきたらどうしようかな。後ろで2連鎖っていう。後ろで2連鎖を放ってみよう。これは勝ちましたね。危なかった。ちょっと一時期どうなっちゃうかと思いましたよ。完全に大連鎖のことなんて忘れて完全に勝ちに行ってますけど、まあ、許してください、ちょっと。レディートゥファイ。おっと、今回はあれですね。なかなか自分としては珍しい形をまた組んでおりますね。マリズミって言うんだっけ、これ。ちょっとね、なんか罪の名前思い出せないけど、まあ、なんかよくある一般的な形ではありますね。名前、なんだっけな、これ。不機嫌 GTR っていうのかな。結局ね、GTR の亜種みたいな感じなんですけど。さあ、3連鎖。それに対して相手紫から3連鎖ですね。これはまあ、どっこいなんで OK でしょう。先にね、仕掛けた時にね、どっこいの火力だったらね、バンバンだ。あ、これ勝ちましたね、これは。
ふう、よかったよかった。ちょっとね、緑が後付けしになって連鎖自体は繋がってないんですが、これは勝利ですね。ほい、けー、大連鎖は狙いに行かなかったやつが結局、まあまあまあ勝てたんでよかったとしましょう。なんかやっぱね、連勝してる相手見るとちょっと燃えますよね。なんか負けたくないっていう俺の気持ちがね、本当にもう前面に出てしまった、そんな対戦でしたね。ということで7連勝ですね。お、3連勝、なんか連勝してる相手結構来ますね。こういう相手はもう本当はでかい連鎖をねぶっ込んでやりたいんですけど、そうもいかないんで、ね、なかなかしっかりと、もっと、ああこれ負けですね。これかなり無理ですね。これはちょっと黄色があんまりにも来ないんで、どうやっても連鎖に繋がらないですね今の後。でそこに2連鎖が飛んでくると、もうだいぶ絶望ですよこれね。あー無理、あー無理ですね。残念です。当然の結果ですわ。ほい、さあ、まあ気を取り直して残り2本は取っていきたいところですね。相手なんかすごい操作なんか激しいですね。画面の外から伝わってきますね、相手の操作の激しさが。はい、4連鎖、ちょっとでかいかこれ、これまずいな、ちょっとでかすぎたかもしんない。いや、ちょっと待って、相手もあれ、下がってないぞ。騙されんな。よし、危ない、危ない。騙されてたら完全に死んでましたね。騙されなかったんで大丈夫ですね、これは。ほい。ふぅ、危ねえ、今の。いや、緊張する、マジで。今のも騙されてたら死亡しましたね。完全に。途中で止まってるかなんて、なかなか見抜けないでしょ、今の。なんかね、ちょっと無言になっちゃうね。動画撮ってんのに無言になるなよっていう話なんですけど、ごめんなさい、本当に。ほら、2連鎖？違う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 、2連鎖じゃない。バカ間違えた。おぶねー、間に合ったー。帰るか、これ。あ、俺これ全消しじゃね？おお、いいね、素晴らしい、素晴らしい、今のはいい発想だね、今のは。オッケーオッケー、おおぶねえ、マジ全消しだったよ。いや、なかなかもうグレートですね、本当に。はい、ということで危なげなくね、勝利を掴んでいきました。これで8連勝かな、7連勝だっけ、どっちだっけ。8連勝ですね。長いですね、だいぶ動画が。今回まだまだいきますよ。勝ってる間はまだまだいっちゃいますよ。いや、でも10連勝までいったら、そこで一回終わりにしようかな。そしたら次回はその続きということでね、始めていきたいですね。ほい。今回もしっかり連鎖を組んでいきましょう。こういう選択もある。で、どうしようこれ。あ、やべ、埋まった。折り返しのとこ埋まんのよくないんだ。あ、いや、でもこれでもう、本体にしちゃおうか。これで打っちゃいましょう。さあ、相手も結構でかいですね。でも相手、お、繋がってる、あれ。え、でかくね、あれ、相手。これまずいんじゃねえの、これ。え、でかくね、これやばくね、普通に。これやばいな。俺も13連鎖あるけど、相手これやばいですね。くっそー。いやー、ちょっとこれ負けらんないですね。これ多分同じ方だと多分また大連鎖狙ってくると思いますんで、相手これちょっと負けらんないですよ。これちょっと負けらんない戦いが始まりますね。俺のね、プライドが許さないですね、今回は。俺はちょっとね、もう意地でも大連鎖組みに行きますよ、これは。ふざけんなよ、それ。俺が大連鎖狙いってんだから、ちょっと相手もお願いしますよ、本当に。はい、さあ、はい、
と、なんでもない、なんともなかった。ほい、さあここで3連鎖。 OKOKOK 悪くないぞ、今の3連鎖放った。あー、これまずい、これ形まずいな、非常にまずい。あ、でもこれ打っちゃっていいかも。打とう。さあ打ちました。さあ相手どうでしょうか、これ相手何連鎖までつながるんでしょうかね。あれは自分で思ったより多分でかいと思うんですよ。緑までは多分回収できてるんで、これ同時消して挟みつつですけど、まあまあな火力は出たんですけど、よし刺さった。危ないですね、非常に危なかった。さあレディーゴー。いや緊張するマジで、ちょっと14連鎖打たれてるだけにね、マジで負けらんない。よし、おっと、あ、あー終わったんだけど、うわ辛いよ、あの完全にやられたわ。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと結構今回俺ね、結構自分なりに楽しんでできたかなと思います。あとはこの上画面下画面映してるのはどっちがいいかっていうのも、まあぜひね、あの参考にしたいんで、コメントよろしければお願いします。ということで、チャンネル登録や Twitter のフォロー、並びにコミュニティ、ニコニコのコミュニティ参加などお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではね、また次回の動画で会いましょう。